東京都千代田区。この場所には全国紙の新聞社があります。古くからある日刊新聞で、今日も休みなく新聞が作られているようですね。今回はこの新聞の中でも人気のコーナー、脳を鍛えたいにある間違い探しのイラストをジャパンサーチのコンテンツを使って制作しました。ジャパンサーチをメディアで活用しよう、新聞社が記事を作ってみた。今回協力していただいたのは、毎日新聞社のデザイン部門に所属する小沢智美さん。デザイン部門は紙面の中にある図表やタイトル、イラストレーションなどを中心に制作をしている部署です。ジャパンサーチのことは知っていましたか？実はちょっと存じ上げてなくて、今回の企画で初めて知りました。それでは早速、ジャパンサーチを使って紙面に使えそうなコンテンツを探してみましょう。ジャパンサーチを使ってみていかがでしたか？検索についてはすごく分かりやすくて、自分がこれが欲しいなって思ったものを一発でヒットしたりするので、つかみやすいというか、何か景色が欲しいなって思った時も、検索したらいろんな時代の絵画が出てきて、でそこからまたなんか情報を収集することもできたので、すごく便利でした。今回使用する画像はどのように決めていったのでしょうか？コンセプトから入っていって、今自分が描いているイラストに合う画像を探したい、このモチーフが欲しいなって思ったら、それで検索して自分の画風に合うようなものをそこからピックアップをしてきました。今回はちょっと猫を中心としたイラストだったので、もう猫を中心に探してました。さて、いくつか候補のコンテンツが出たようです。社内の打ち合わせを経て、最終的に採用する画像が決まりました。次に、見つけたアイテムを紙面に掲載するときに大切な利用条件をチェックします。この画像いいなって思って、ちょっと下にスクロールしたりすると、ちょっとこの画像は NG ですだったり、これは全部使えますっていうのが一発で分かったので、すごくそこはたくさん助かりました。ここで利用条件のポイント。パブリックドメインかなと思っても、提供機関が定める利用条件を確認してください。また使いたいコンテンツがフリーなライセンスではなくても、利用申請をすれば使えることもありますよ。そしてコンテンツによっては資料固有の条件もありますので、早見表と合わせて確認してください。さて、今回使用するコンテンツは利用条件もクリア、編集加工も OK ですね。では早速画像の加工をしていきましょう。作業をしてみて、加工のしやすさなどはいかがでしたか？ JPEG でダウンロードされるので、そのまま Photoshop に持ってこれて、すごく加工しやすい過程になっているなっていうには感じました。工夫した点があれば教えてください。自分のイラストに合わせて色味とか、あと角度、あと比率を調整したところが個人的に工夫した点かなと思います。そのまま使うのもちょっと面白くないかなと思ったので、ちょっと自分なりにアレンジさせてもらいました。記事のデータができました。内部のチェックを経て、データは印刷所へ送られます。深夜1時頃に校了した朝刊は夜を徹して印刷され、全国の販売店を経て購読者のもとへ届けられます。こちらが完成した記事。ジャパンサーチのコンテンツを使って間違い探しの記事ができました。読者の皆さんに楽しんでいただけたら嬉しいですね。最後に、今後新聞社ではジャパンサーチをどのように活用できそうか聞いてみました。ブラウザ上でうちのその会社が結構そのバナーを作っていたり、記事を集めていて、その中のそのビジュアルをちょっと作っていたりするんですけれど、そこでちょっと使いやすい画像をどこから探してくればいいんだろうなっていうのは迷う時があるので、その時にジャパンサーチさんみたいなその画像を検索できる場所があったら捕まえられやすいんじゃないかなっていうのは思います。コラムとかでコラージュ作ったりとかしているので、そういったところの飾りとかでもなんか使えるんじゃないかなって個人的に思ってます。このようにジャパンサーチには
メディア関係者の皆さんに利用していただける様々なコンテンツがあります。記事の作成や資料収集などにぜひ活用してみてください。ジャパンサーチは日本全国の様々な分野の連携デジタルアーカイブを横断検索できるプラットフォームです。二次利用できるコンテンツもたくさんありますよ。概要欄から今すぐアクセス。